なんで？どう？どうですか？もう Wi-Fi 切った。しかも iPhone でやってる。 iPad 電波がやばそう。 Wi-Fi が確かに Wi-Fi でね、さっきもあのメール送ったら送れなかったの。Wi-Fi のやり方わかんない。ちょっと肌を白くさせていただきますね。縮小 Wi-Fi。しょうがない、この 4G?4G? データを使おう。よいよとしようって、かわいすぎ。めっちゃかわいい。最近はずっとこたつの中にいます。こたつの中が自分の部屋だよね。でも調べたらトイプードルってなんか毛が少ないから寒いんだって。シングルコートっていうんだって。だから毎日服着させてる。マリアちゃんとお顔が似てるね。だってよ。おい似てるね。だってね、似てるね。だってかわいい。うん、かわいい。寝た。ゴロンってしてる。何してますか？皆さん。大晦日か。カップの天そばにお湯入れて待機中。年越しそば？仕事終わって帰ってきた。お疲れ様です。栗きんとん作ってる。へえ、栗きんとん。おせちだ。
ちはパパとママが今そば買いに行った。なんかいつも買ってるスーパーでそば売り切れちゃってたから違うとこ買いに行きました。私はショールームして待ってるって言ってポン酢と留守番え、かわいい年越しそばのギフトだ。エビ天乗ってる。私絶対ね年越しはうどん派、そば苦手でうどん派だったのにもうそばが好きになっちゃって マリアは髪長い方が可愛い。短くても可愛い。嘘。うんね、切りたくて切りたくて本当はこれくらいとかにしちゃいたいけど、いやこれくらいにしようかなって、一旦切ろうかな、ちょっとだけ。なんかもう伸ばしっぱだったから、ずっととにかく伸ばしてたから、なんか安定のこれくらいの長さとかにしようかなって。だって今すごい長いんですよ、ほら。物心ついてから一番長いかもしれない。分かんないけど、ここだよ。こんな長いことない、絶対に。切りたいな、切ってすっきりしたい。なんか気持ちも新年始まるしね。でもこれくらいならポニーテールもできるし、これくらいに切ったとしてもアレンジもできるからあり。もうさ、ほんととにかくただ伸ばしてたからさ、ポニーはできた方がいいですよね。散歩行ってきてたから帰ってきてはしゃいで寝てます。見せたいんだけど見せようとしたらいろんなものが映るし、パンツも起きちゃいそう。起きてた。
あざといな、お前。あざとい犬でした。カメラ目線でさ、うとうとしやがってよ。かわいい、かわいい、あったかい、あったかい。かわいい。あ、メール来た。よかった。帰ってきた。お昼ご飯食べたい。確かに掃除ね、掃除ね、掃除、掃除した方がいいよね。自分家はしたけど、この実家の自分の部屋とかしてない。自分家はしたよ、めっちゃ一日中掃除とかしてたけど、実家そもそもあんまよくないしね。自分群馬の家も。でもこんなに天気いいからね、お掃除チャンス。また寝ちゃった。フォンズはね、正月そうだね千葉は曇りです。嘘、こっちは雲が一つもありません。あ、一つちっちゃいのがあるけど。もうなんか急にお座りしてる、首長くして。どうしたん、ほんぜ、どうしたん。今日は夜配信するんですけど、その配信でやりたいこととか話したいことをメモにまとめてた、さっき。なんかさ、マリパで流したさ、1年のスライドショーとかをさ見てほしいなとも思ったけど、画面をずっと映さなきゃいけないから。あれ？あれないかも。あった。こうやってやればいいのか。でも携帯で配信しなきゃとかってなると、こうやってね。これで話すのもあり。こう画面に映せたらいいのに。iPad まだ現役。これでもね、新しいよ。
いや、そんな新しくないけど、これは iPad mini 5。あれ？あった。これが後半。あれ？前半？後半か。このページ可愛く作れた。すごいさ、時間かけてさ作ったの、そのマリパの時のこのスライドショー、本当に時間かけて作ったの。なんかこだわっちゃって、まあ、そこまでこだわったように見えないかもしれないけど、こうなんかずっとこう iPad とペン持ってこうやってやってたから、もうここが筋肉痛で、毎日首が。一生懸命作って準備したマリパ、楽しかった。またやりたい。本当に誕生日とか関係なく普通にやりたいな、定期的に。小田ともやりたいねって言ってて、小田と二人でイベント、確かにスモアルも最近ないからね。でもバスツアーってさ、そんなたくさんの人が参加できないよね、思ったけど。バスって何人入るの？30人くらい？一クラスってイメージ。たらさ、すごい争奪戦になっちゃうね。補助席しんどすぎ。バスの運転手します。だって、え、超大事、命を運ぶお仕事。花火か、これ。爆弾な、何これと思ってたの。花火だ、なんか書いてある。ええ、すごい、ソファーから飛び降りた。どこ？すごい、すごい、え、すごい、ピョンって結構遠くまで。すごいじゃん、ポンズ嬉しそうじゃん、すごっ。おお、だんだん普通の犬に追いついてきたね、運動神経が、訓練したから。すごい、もうポンズは無理だったんです、段差とか。普通さ、ピョンってできるじゃん犬って。ポンズできなくて、ちょっと前から特訓させてたんだって。そうだからね、すごい、超ビビリだからポンズ。
味しそう。焼肉。今ローストビーフ作ってます。すごっ、すごっ、いいな。マリアちゃんは年越しそば食べますか？食べます、食べるよ。群馬もテレ東映るんだね。映るわ、映るわ。 MX は映んないよ。だってピラメキーノとか見て育ったもん。普通に週刊 AKB も見てたし、だからピラメキーノがいとことかが見れなくて、関東圏じゃないから。そうだからすごなんかそれで知った、その関東とそうじゃないところで映るテレビ番組違うんだなっていう。で週刊 AKB がすごい好きだったから、高校のなんか社会科見学みたいな、会社訪問みたいなやつでテレ東行った。テレビ局っていうのが選べて、テレビ局がテレ東だったからテレ東行きました。高校生の時。これ美味しいですよ。元気パイの裏にチョコがコーティングされてるの。ポン酢は窓の外を眺めて待ってます、パパとママを。ちょっと待っててもらっていいですか？飲み物入れてくる。ゴミも捨てて、もうお菓子食べません。
マリアちゃんが久々に実家帰ったらポン酢すごく喜ぶ。すっごく喜ぶよ、本当に喜ぶ。うれしょん。だから最近はもうそれを防ぐために、私が帰るタイミングで、家着くタイミングで、あのポン酢を家の中じゃなくて外に出してそうだから、あの普通に散歩モードの嬉しさにさせてっていうのをやってる。家の中だとさ最悪じゃん。対策してる、外で会うっていう。昨日は私しか家にいなくて、家着いたらもういつもの通り恥ずかしいこと言うなってバラすなよって。え、ごめんね。暴露トークごめんね。こっち来た、近寄ってきた。でも友達が帰ってきたって感じなのかな。嬉しい、そんな喜んでくれると。めっちゃ好きじゃんって思う。ポンちゃんどんな時に吠えるの？家の前人が歩ったりとか、ピンポン来たりとか、あとはポン酢を置いて外に出ようとするとめっちゃ吠える。あと帰ってきた時とか、うん、ポン酢から離れようとするとワンワンっていうかな。部屋に戻ろうとしたりとか。ポン酢のチェキ欲しかった。私も欲しかった。いいな、ビンゴだよね。やっぱりすごい難しくて、チェキを取るって。犬のね、動いちゃうじゃん犬だからだしチェキだから、なんかそもそも動いてるもの撮るの難しいし、ピントも分かんないしみたいな。だからね、全然ボツの写真もいっぱいあって、だから本当にあのマリパでポン酢のチェキゲットできた方は本当になんかラッキー。いいな、欲しかった。あ、でも没写真ならあるかも。もうな、どこやっちゃったの。ないかも、私には見つけられないかも。楽しかった。ビンゴ、ビンゴとかさ、いつぶり？中学生のさ、林間学校のさ、お楽しみ会ぶりかもしれない。ビンゴ。だからビンゴのルールとか本当に分かんなくて、やるんでしたっけとか言って、でもそのスタッフさん、事務所のスタッフさんはそのイベントとかで結構ビンゴやるらしいから、ビンゴのアプリみたいなの持っててそっか、新年会とか忘年会でやるのか。ないもん、そういうの。会社じゃないし、会社なのか、そういうのないよ。めっちゃ憧れるけど、それなんか
会社の忘年会とか、ほんと仲いい友達となんか忘年会って名前つけてなんかご飯行くぐらいしかない。そのなんか公式的な忘年会とかめっちゃなんか気になる。なんかやるの出し物みたいな、 AKB 踊りますみたいな、 I want you みたいなやるんですか。めっちゃ気になる。でも大変か。自分が上司とかだったらいいけど大変だよね絶対に。何飲まれますかみたいな、ついであげてずっと人のグラスとか見なきゃ、盛り上げなきゃだしね、大変だよね。やっぱ結局仲いい人とさ忘年会とか新年会とか勝手に名前つけてさ楽しく飲むのが一番いいのか。じゃあ私は良かった。すごい全部自分で完結してる。最近はハラスメント扱いになるから。へえー、そうなんだ。大変な世の中。なんかクイズ正解は1年後大好きで毎年見てるんですけど、昨日ももちろん見てて、腕相撲で痛い痛いみたいな感じで、あなんか久しぶりにテレビで痛いって言葉聞いたなって思った。なんかガチで痛い姿ってあんまり見せられないじゃないですか最近のテレビって、コンプラみたいになっちゃうから。だからなんかえあ痛いとか言っていいんだって逆に思っちゃったけどさ、それがさテレビじゃんねとも思うけどね。難しいですよね。あピーね、ご時世だよね。もうさどんどんやっぱテレビじゃなくて配信とかの時代になってくのかな。配信っていうか配信アプリとかね、 YouTube とかね。そうだよね、それは見たい人だけが見るんだもんね。だってそれこそ難しいですよね。でも私はテレビ大好き、テレビっ子、永遠テレビっ子。今日見たいテレビは、もうさなんか目が悪いんですけど、今日見たいテレビは今孤独のグルメのあれやってて、大晦日だよ、ドラえもん1時間スペシャル。でも夜の孤独のグルメは視聴予約してる。あ絶対これ見る。笑って年越し、昭和芸人 VS 平成令和芸人。見るでしょ。そうだよね、アウトもさもないしさ、あちこち踊り年越しスペシャル、すごい。最近見てないけど、うわすごい。吹っ飛んだお。このさ深夜が面白いんだよね、寝るけど。なんか友達の家で5人ぐらいで年越したことがあって、そのなんか中学生とかかな、
初日の出見に行くまでの時間寝ないで起きてよみたいになって、起きて深夜の笑い番組あるじゃん、もう人んちだよ、人んちなのにもう笑いすぎてもう大爆笑だよ、 4,5 人が。もうなんか他に家族いたから今思ったらマジで迷惑だったよなって思いました。そんなさ一人暮らしとかならあれだけど、もうお母さんお父さんとかさ寝てらっしゃるのにさもう大爆笑、10代楽しいもんね。そんな友達とそんな時間の番組見るなんてなかなかできないから、初日の出までテレビ見ようみたいなお笑い番組見て大爆笑してたけど絶対うるさかった。優しい優しいご家族でした。でその友達のお家のお姉様がいたんだけど、すごいめっちゃどうでもいい話なんですけど、そのお姉様が鈴木愛理さんにそっくりで私大好きだったからその頃そっくりで、そしたらそのお姉様はそっくりだからなのかそっくりになった理由なのかあれだけど、あのボーノが大好きでボーノっていううちわがあったの、私も好きなんですみたいになって、そりゃ可愛いわけだって、やっぱりアイドル好きな女の子って可愛い子多いもんね。めっちゃ似てたの鈴木愛理さんに。懐かしい棒の、実は本人さすがに気づく、写真はない全く関係ない人の写真見せらんないでしょこの前あのカルベルカちゃんっていう私が SNS に結構あの写真とか出すお友達がいまして、ルカちゃんもアイドル大好きで、なんか2人でスマイレージとかの昔よく見てたよねっていうミュージックビデオとか流して2人でもう懐かしいみたいな感じで何時間も過ごした。なんか（めっちゃ MV 見てた、あの有頂天ラブとかさショートカットの歌とかあるじゃないですか、さ天の尺とかさ、なんかそういうのをさ懐かしいのを見てただただ懐かしいやばいって言って気づいたらめっちゃ何時間も経ってて、いいですよね懐かしいっていいよね。懐かしいっていう話だけでさめっちゃ盛り上がるよね、何に関しても。過去は振り返らない、かっこよ、かっこよ。夢見る15歳、やば
フィフティーンね、やば。眩しい。あれ、ポン酢は？そういえば、いた。なんかずっと思ってたけど、コメントに時差がすごいある。やっぱ電波が悪いのかな、群馬。今日美女用意だって。緑が似合うのかな。光がね、自然光ありがとうって感じ。本当にこれ夜の配信はもう電気の光だから全然違う顔になってるかも。髪色変えた？変えてない、全然変えてない。光ですね、完全に。ポンジュ寝ちゃった？寝ちゃった。夜配信ね、何時ですかね。全然まだ分かんなくてごめん。分かんない。夜かな、9時とか10時とかかな、分かんない。年越しそばは私は多分作んないけど、多分煮物とか作るお手伝いはする。決めてるんだ、人参をお花に切るって。それだけ決めてる。結構気合の入れたお花の飾り切りみたいのをするっていうのだけ決めてる。おしるこ食べない。私さ、餅があんまり好きじゃないんだよね。だからなんか正月だからといって餅は食べない。もんじゃ焼きとかに入ってる餅はまあいいんだけど、なんか餅ってまだ昔からずっとあんまり、ほんと四角い餅の半分の半分、4分の1ぐらいは食べるよ、正月に。いつもあんまりね、餅わかんないんだよね。でもなんか畑でマリーミーっていう番組あったじゃないですか。それで大田原でお世話になった農家さん家で食べたお餅はすごい美味しくて、なんか納豆がまとわりついてたんだよね。あともうなんか大根おろしとかも味もあった気がする。もうふにょふにょの餅に納豆がかかってたのと大根おろしがかかってたのとかあって、なんかびっくりしたの。餅ってえみたいな、美味しかった。なんか記憶がなさすぎて、あの頃のあれ経験したの本当に私だよなっていうぐらい、あのロケ、あの
その農家さん家にお泊まりしてこもりして農家手伝ってみたいな、あれ本当に私だったっけっていう、なんか記憶が今すごい曖昧。あれ私ですよね。あれ私ですよね。全然なんか自分っていう自覚がないぐらいなんか記憶が途切れ途切れ、本当になんかそういうこと多い。そういう時期がある。すごい、もう一回やりたいな、リベンジ。ちょっと今度リベンジしたらもうなんかちゃんと記憶をこびりつけたい。いい番組でしたよね。面白い。田舎に泊まろうって番組なかった？え、それそっくりじゃない？あれありましたよね、懐かしい。私さよならの時泣いた気がする。なんだったんだあの記憶は。録画してある。何年前？6年とか前？そんな前じゃない？なんか子供たちと仲良くなってたくさんの子供たちとこうやってやってる写真がある、 iPhone に。あ、でそれ見るたびに、これ本当に私だよねって思ったりするの。なんかレストランにも連れてってもらって、何あれ、ホームステイじゃん。ホームステイだ。うど。洗濯物の干し方、肩にいっぱい洗濯物乗っけたらこうやって干せるよ、いっぱい簡単にいちいちしゃがまないで干せるよっていうのを教わったんだよね。おそらく無意識にやってますよ。私は肩にこういっぱい乗せてやってる。やば、記憶がないとか言いながら無意識に。怖い。あれはやっぱ私だ。あとなんか裏庭からニラ取ってきてって言われて、ニラ取ってすぐそれをお味噌汁に入れてた気がする。取れたてのニラ、朝早かった気もするし。すごい仕事だったな、あれ。初めましてのお宅に訪問して、初めましての番組スタッフさんと初めましての農家さん家で数日お世話になってみたいな。メンバーは自分だけだし、帯同してくれたマネージャーさんもなんかエイトのマネージャーさんじゃなくてみたいな。だからよそ行きすぎて、よそ行きの自分すぎて記憶が曖昧なのかな。そうなのかも。やば、懐かしい。でもよかった、あの番組に出れて。
すごい、もう1時じゃん。じゃあ夜配信しますね。その時間はまた755で言います。一旦終わります。ポンズ寝てるや。日が一番当たるとこで寝てる。じゃあランキング読みます。20位マサヤトリヒラ、ありがとうございます。19位エレメンツ、ありがとうございます。18位フット群マニア、ありがとうございます。17位あやかん、ありがとうございます。16位モンゴリアンプッチョ、ありがとうございます。15位エイト、ありがとうございます。14位ユリエ、ありがとうございます。13位電車さん群マニア、ありがとうございます。12位ジェリー、ありがとうございます。11位ひろのり群マニア、ありがとうございます。10位同胞葵、ありがとうございます。9位風と海と、ありがとうございます。8位おやちゃん、ありがとうございます。7位とち太郎、ありがとうございます。6位幼いクリーニング群マニア、あー年なんとか、もう続きが読めない、ありがとうございます。年男なんだろう、わかんない。5位ケンケン、ありがとうございます。4位ジャン群マニア、ありがとうございます。3位りょう幕張の群マニア、ありがとうございます。2位かずみん、来年もよろしくポンズマニア、ありがとうございます。1位そうすけ群マニア、ありがとうございます。ポンズちょっといい、ちょっと来て、ちょっと来て、はい、バイバーイ。バイバーイ。かわいい。バイバーイ。あれ。ひっつき虫いるよね、草むらに。これめっちゃくっついてくるやつ。小学生の時これ付き合ったポン酢に、あ、こっちにもついてる。ねえねえ、いっぱいついてんじゃない、体中に。つき虫ほら、小学生とかがこれ投げ合って人につけるやつだ。いっぱいついてます。バイバーイ。かわいい。はい、バイバイ。